スウェーデン空軍の夜間戦闘機型、ベノム NF-51 スウェーデン空軍での故障は J33。デハビランド DH-112 ベノムは、イギリスの航空機メーカーで、ハビランド社で開発され、世界各国で使用されたジェット戦闘機。ベノムとは、毒液もしくは悪意といった意味があり、ベノムとも表記する。ベノムは、デハビランド社の前作。 バンパイアの性能向上型として開発された機体で、当初はバンパイア FB-8 と呼ばれていた。しかし、機体各部を再設計、改良車変更点が多くなったため、開発途中からベノムと改名された。バンパイアの総ブーム形式の胴体を継承しつつ、性能向上のためエンジンをデファビランドゴブリンからより強力なデファビランドゴーストに換装し、純然たる、 直線翼であった主翼は前縁に、なだらかな後退角がかかったものになった。また翼端には増装を搭載し、航続距離の延長を図った。スイス空軍のベノム大陸語博物館に展示される、機体試作機は1949年9月2日に、初飛行し、バンパイアに必死時速1 0 0トル以上の速度向上を示したため、イギリス空軍に採用され、 1952年から部隊配備が開始された。運動性と上昇性能に優れ、機体強度も高かったため、バンパイアに代わる戦闘爆撃機として使用された。あくまでも本格的な抗体翼機が収益するまでのつなぎとしての性格の機体だったが、直線翼ジェット戦闘機としては、性能が極めて優秀で、特に高高度での運動性は、 かいマイナス86セーバーなどの後退翼機を上回っていた。ただし初期型には機体に構造的な問題があり、射出座席や空調設備も装備されていなかったため、後のモデルではこれらの欠点が解消され、油圧作動式のエルロンも導入された。1950年、フランスによって、 アメリカの F-84 サンダージェットと合わせて、NATO 標準戦闘機とする案が提唱され、イギリスの主導のもとイギリス、フランス、イタリアの各国で2000機以上を生産する計画が立てられた。しかし、第二次世界大戦終結後まもないイギリスには、それだけの生産計画を主導する、工業力がなく、計画は実行のめどが立たなかったために実現せずに終わった。 ナトー標準戦闘機計画は頓挫したものの、イギリス空軍以外にも、バンパイアを使用していた各国に後継機として採用され、各型計戦100機以上が生産された。この他スイスでは、2つの方がライセンス生産された。後継となる、ホーカーハンターの収益が遅れたこともあり、イギリス空軍は1962年まで本機を使用した。 この時点でもまだ戦闘爆撃機として十分通用する性能を有していたため、海外では以降も使用され、スイスでは独自の回収を施されて1983年まで現役にあった。ベノムにはバンパイア同様夜間戦闘機型があった。夜間戦闘機型は機種にレーダーを装備し、コクピットは並列複座になっていた。原型機は1950年8月に初飛行した。 最初の夜間戦闘機型である NF2 は1953年から部隊配備が開始されたがトラブルが多く本格的な配備は1955年になり少数生産で終わった続いてレーダーを高性能のものに換装し機体各部を改良した NF3 が1955年から配備されたが1957年にはグロスタージャベリンと交代して退役した シーベノムイギリス海軍では、艦上戦闘爆撃機としてはベノムを採用しなかったが、全天候艦上戦闘機型をシーベノムとして採用した。この機体はベノム NF2 をもとに開発が進められた。機種には大型レーダーを搭載し、レーダー操作員を搭乗させるため、並列複座コックピットを採用していた。また空母上での運用のため、 主翼の動力折りたたみ機構や着艦フックが採用され、機体構造が強化されていた。1951年9月からテストが開始され、1954年3月から部隊配備が行われた。1961年まで部隊で使用され、各型合計259機が生産された。このほかフランスのシュドエスト社で、アキロンの名称でライセンス生産されている。 三面図、ありがとうございます。